ハロー皆さん、どうもパワープロ2018ペナント編阪神タイガース日本一物語続きやっていきたいと思います。じゃあね、いつも通り出番プレーチャンスになると俺がプレイしていく、よろしくお願いいたします。さあ先発はこれアッキャマンで OK かな。はい、コンディション皆さん整えてますね。 OK。 このベストオーダーようやくですわ。俺が組んだベストオーダーでいける。行きましょう。相手も調子がいい、首位攻防戦や。ここで勝ったら3立てね、ここで食らわせたら 7.5 ゲーム差。絶対に負けられない戦いがここにあるんです。阪神甲子園球場です。阪神タイガース対横浜 DeNA ベイスターズ4回戦の模様をお送りしてまいります。チャンスで打ち、ピンチで抑え、そうすれば絶対に勝てますから。左の東、この両投手の先発が発表されています。ちょっとマイクの位置を変えますか。試合開始となります。1000円のマイクです。チャンスおい、何しとんねんこれ。は、ここでようやくアッキャマン無援護。追い込まれてますがな。追い込んでから第3球をもう。次が4球目、投げました。これは俊介の右打ち、しかしこれはファール。投げました。外れた。見る。さあ6球目、投げました。見ちゃった。それは見たらダメ。ダメよダメよダメなのよ。まあ、浅村で打つからいいんですけどね。トラに愛されし男。全ストあれはもう見ます。はい、浅村で打つ。そして筒香はホームに投げるが、まあ浅村は二塁には守備できない。そして虎の恋人、打率低すぎやろこれ。いつの間にこんな低打率なっとんねんこのおっさん。満塁ホームランをね、ジャイアンツ戦で打ったこのロサリオで、ここでも勝ち越し、スリーランホームラン頼むで。無理、ロサリオで打てるわけないよ。俺がロサリオで打ったっていつ以来よほんまな。うん、打った試しがないからこのおっさんで。無理。なーにお前、虎の恋人だよほんま、なめてんじゃねえぞ。さあキャマンはまだいってるな。うわー、まあ HQS は達成してんのか。今早田出すかねー。左やぞ相手。スナバーロさん、回答タイム頼む。もうマジで冷えてるわこのおっさんも。外国人揃ってね、冷えてるのはきついっすわ。あれを見ちゃうんだよな、いつも。よーし、ようやくナバーロにヒットが出ました。ナバーロでは俺もね、操作した時なかなか打てんかったんやけど、ようやく。うまい、率を残せる打撃内容だ。さあ誰が出てきてんだ、岩崎か。さあチャンスは来た。またお前か。なん、何度目の正直か。今一瞬乃木坂の歌をね、歌いそうになったわこれ。これ著作権引っかかるんちゃうな、うん、メロディーだけでもよ。危ない。 AKB 関連の歌はやばいですよ。歌ったらな、おら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 、来た、これ来た、これ来た、これ KTKR 来たこれ。OK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 。 さあちょっと手汗びっしょりやな、やって。中谷さん、それ見逃しちゃダメですよ。直球に弱い中谷が、これはロペスと入れ替わっての、これはお前、俺がやったら絶対セーフになるパターンだろあれ。岩崎落つ。いやー残ってるか。これはもう糸ちゃん一択でしょう。3割7分8厘のチャンス B 持ち。これが控えにおる厚み。負けてる時にしかも強い。いっとほら、逆転の阪神や。そんなもんはないです、そんなものはないです。皆さんごめんなさい。
先ほどのプレーです。期待させとる、させといて結果これですわ。誰がそもそも期待してたんだなこれ。もう誰も期待してないよ、俺だけだよ期待してたんだな。ここで追いつくことはできませんでした。チャンスの順番そろそろ来るでしょう。俺にもチャンスの順番が、 AKB の曲にもあるだろチャンスの順番。そろそろチャンスが巡って来た。ほらな、言った通り、これだタミヤか。ウェポン、坂本で、これ誰が残ってんだ。梅ちゃん、江越、俊太、今成、坂本、ウェポンだから大丈夫。狙うしかねえな一発を。俺は安明か、リアルの安明なら打てそうだが、ゲームの安明はどう。はい終了、打てまへんわそらな。安明打てるとか無理無理無理、俺じゃ無理ですわ。はいはい、大事な大事な首位攻防戦、広島戦からまたおかしなった歯車が。なんですのこれほんま、広島とマジでやりたくないわ。もう広島ステージやな、他の勝負とガチンコ勝負挑もうぜほんまに。さて今日のヒーローは勝利投手の東、本当に今日は打てへん。ほんま横浜投手王国やな。これ前作さ、これに野上とワクワクさんおったからな。ほんまにやばいだろ。今作はおらんけどな。投手王国も投手王国だよ。実況担当は堂前秀夫で甲子園球場からお伝えしました。はあ、なんか負けた時は堂前さんのテンションが無駄に高く感じるぜ。堂前さんは間違いなく阪神アンチだ。知らんけどな実際は。うーん、リアルの堂前さんでどこファンなん。そりゃ俺は分からんが、まあ、もちろん実在しているね人、アナウンサーの人ですから、どこファンなのかは僕は知りません。一回だけねウィキペディアを見たことがあるんですけど、坂本は猛打賞、アッキャマンがねフォアボールを選んでるのに、女房役の原口がね全然ダメっていう、ショート大好き人間になってますわ。なんかね大山ついに1割前からやな、これ原口どうした原口ほんま前作と同じやな。1年目ね無駄に、無駄っていうかかなり打ったのにな、2年目は大失速するっていう、2年目のジンクスみたいなもんが発動してるわ今作でも。やめとくれ、ほんまタミヤ取っといてよかったな。原口は大誤算すぎるわここまで打たんとは。まあねミートがね、まあ F なんで、まあアップデート来たらねミートがまた D とかになりそうな気するんよな、チャンス B とかに。さあ2戦目いきましょう。これなら能力が似てるね、タミヤ使った方が今とこマシですよ。いやもうこれは負けられません。メッセ行かせます。で早田とかこんなクソ広い球場でな、絶好調でもね高山同様困りますわ、守備力低いんで。原口ダメやな、もう2割じゃちょっとやばいわ。ナバーロ変えて、シュンタにしとこうか。シュンタもまあ高打率なんですけどね、最初考えたら全然もう下がってますから。これみんなやっぱ落ち、まあ浅村だけなんか上げてきてるわ坂本はずっとキープしてるけど、で、控えの選手は案の定調子ダメと。こういう時に整えといてくれよ調子を。一坂本に俊介浅村の選手、オッケーオッケーオッケー。下位打線弱いな、打ってるとはいえよ78が弱いな。まあいいか、出番設定なんかピンチでやったらまたメッセがすげえピンチ招きそうなんでね、もう今回はほぼ CP 頼みにしてみようぜ。うん、で俺シェッパーズ操作するわ。もうシェッパーズとどうしようかな、坂本操作すっか。あんま坂本操作してないし、これでいきましょう今回。ほぼ CP に任せますわ今回ね。もうこれで勝てたら俺いらんわほんまな。マジで俺いらん。シーズン当初は俺と CP がねうまいことこうがっちり噛み合ってたのによ、何するにしても全然やん。最近 CP が打たんかったらな、俺が逆に打たれ、俺が打ったと思ったら CP も打たれ、どういうこっちゃ。1番梶谷1割6分、左の今永登板です。今永4試合2勝、うわーこれはすげえ、1
1.36、 化け物やん。甘いなあ。坂本は初球から行ってええぞ、甘いコースは。なあ、だから言ったろ、初球見逃したら負けなんですよ。甘い球来てるから見逃すな。前からこれ言ってるでしょ、 CP 初球クソ甘いコース来てるって。はい、これも初球狙いますよ、もちろん。あー、ここで外してくるか。こういうこと言ったらボール球に気を。もう坂本ならね、うん、基本ヒットになりますから、振ればそれだけの能力を、ね、兼ね備えてますから、ミートのパワー。来た、遅すぎ打ち、遅すぎ打ち、遅すぎ打ち。投球はこれから3球目。ノー、ちょっとそれたか。メッセ頼む。ナイスナイス。メッセはまだ行ってるな。嘘やろ、行く。でも次回ってくるしな、行かせるな。これは当然守備俊太、大山。いやー、でもこれちょっとまだ点差が点差やし、みんな置いとくわ、うん、焦るな焦るな。よし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 、来た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 。1安打投げました、見送ってストライク。投手温存しろか、横浜は中継ぎ投げました。キエー、打撃の調子がやばい。また急に打てんようになったな俺。結局この回さ、原口が出てきたか。うっそう、メッセ。いや、もうここは交代でしょう、誰か。うわ、シェッパーズ、お前調子あかんかったんか、見てなかったな。ちゃんとドリスおらんからな。まあでもここは抑えですからね、シェッパーズ出てきそうな気はするな。モレノ行かせましょう。で守備交代、いや守備はこのままで OK か。うーわ、モレノモレノモレノ、はいはい、そら登板きますわな。モレノさんマジでやめてくれよ、1点差にしときました。ちゃうわ、嫌がらせやなあいつ。待て待て待て、どうしよう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 。大山回ってくるか、俊太。いや俊介のところにエゴシ入れるわ。いやーこれ調子考えたらシェッパーズまずいっすわ。大丈夫かな。タイミングありません。タイガース外野は浅めの守備を取ります。おこれストライク、マジか。これ振らんかったほんま意味ないけどな、このゲーム。あと、よーしよしよし、今の焦る、今の一番パワープロで嫌なとこよ。アウト、セーフ、よよいのよい、ほんまどっちかわからんっていう。甘すぎ甘すぎ甘すぎ。これも浅村、いい守備。佐野パンチ力あります。ごめん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 、白崎おるやん、まだ打率4割の白崎が横浜に。三振、バッターアウト。これはオリックスに行っても大した成績は残せなさそうですね、白崎さん。よかった、調子あかんシェッパーズでなんとか抑えることができました。打者に助けられましたね。カーブやっぱ強いわ、うん、パワープロ。フォークがクソ雑魚なめ口。大山1割っすっていうか1割だった大山が決勝ツーランやって、やる。見事見事、あっぱれだよ、素晴らしい。まあ、メッセはやっぱエースですわ、うん、劣化してもやっぱエースはメッセンジャーということなんでしょうね。前も同じことを言いましたが、まあでもこんなに劣化してたらもうちょっとやばいですよ、3年目。いや、大山が打ってくれたか、素晴らしいね。
メッセは無傷の5勝目5連勝かな。坂本も5安打2得点とね、なんともまあ効率がよろしい取り方で、これね、ほんまホームランって花あるな、やっぱな。ロサリオが出て大山が打ったんですね。これメッセは自援後と。いいですね、主砲メッセンジャー。さあ皆さん打率どんな感じになってますか。ちょっと俊介もねだいぶ落ちましたね。これロサリオ、中谷、大山、梅ちゃんもだいぶ落ちたな。原口守備固め、意味わからんだろこれ。原口はあれか、メッセ、モーレノ、外国人トリオでなんとか切り抜けたんやな。まあちょっとモーレノはやっぱダメだな。ドリスが帰ってきたら完全にモーレノと交代です。まあただね、メッセが日本人、いやでも日本人枠はそういうのではないわ。一番ちょっと中継ぎで信頼度低いっすわ、モーレノさん。やっぱ今横山コントロール D50 来た、いいですね。ドリス、オッケーオッケー。ほんで新外国人取る金ないからな。外国人枠余っとるけど、だから無理よ、金が全くすっからかんやから、金欠状態。さあ最後絶好調岩佐だか。うわー絶好調か、これ行かせた方がいいんちゃう。藤浪行かすよりな、もういやな、行かせよこれ岩佐だを。早田がこういう時にな、絶好調なんは高山やんお前。こういう広い球場の時になんか絶好調っていう。で上ポンと糸原がな、調子あかんし、これもう控え選手がなんでいつもこんなコンディションあかんのこれ、意味わからん。使わんかったら調子上がらんって、そんなゲームちゃうやろパワープロ。どうだこれでいいのかな。これでええな、これでええな。よし行きましょう。出番設定、もうチャンスでは私はもう今回プレイしませんよ。打撃の調子がクソやばいんでね、打者の方で一人に注目していきたいと思います。ほんなら浅村でいいんじゃないですか。よし、チームピンチプラス浅村の打順になると俺がプレイしていく、よろしくね。相手のコンディションは全員ほぼ普通や、8割普通。勝ちたい。1勝1敓で迎えた3戦目、これはほんまに大事やで。ここでカツンと負けるの全然ちゃうから、後味全然ちゃうから。みんな選手たちもね、夜ぐっすり寝たいだろ気持ちようにな。あの時ああだったか反省会しながら寝とうないだろ、あの店。プニキかーい。ネクストバッターサークルには筒香、初球外れ、筒香投球、これから2球目ストレートによってストライク、投げました。チェンジアップ、リリースが超やりやすいんですよね絶好調は。タイガース外野が浅めの守備を取ります。うまいなセガサミ。さあ投球は5球目、打った、これ足につけ、ナバーロなら取れんわ。つけ、ナイス、これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。高打率をまだ維持しとるな筒香。前見たとき4割2分だったのに、今まだ3割8分あんのかよお前、異次元すぎやろ。はい、回り込んでいい守備坂本さん、これです、これこれ、いい守備。はいはい、この回ワンアウト二塁のピンチでしたが、ここは1,2,3 のね3割トリオで点取るしかないですよ。それ以降はあまり期待できません。ボール。第2球。投げました。いいよ、ナイス。見れてる見れてる。よっしゃ。一球見ましょう。ういういうい。アホルプレジャー。同時か。スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。大和宇宙戦艦大和さんや。一回が終了しまして、タイガース同じく立ち上がりは得点ならず。イエー。
タイガース先制のピンチです。ノーアウトランナー二塁という場面で宮崎、ネクストバッターさん打ちました。初球打ち一塁送球、ナイス守備。ヤマトがあの守備を見せるならこっちも華麗な浅村のフィールディング見せていい。ああ甘すぎ。タイガース外野は浅めの守備を取ります。打ちました。ヒュン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 って落ちるようなねチェンジアップを期待しちゃうが、はい225が超優しい関西人魂、優しいね。こっちの方がやばいっすな。甲子園で打ちまくりおじさんね。ゲームの方ね、実際こいつっていうかロペス阪神戦で打っとるからな、リアルでも。はい、ヤマトがあの守備を見せるなら浅村もこの守備素晴らしい。好守備祭りだ、わっしょいわっしょい。最後はいい守りを見せてくれました。4回の表が2人ともね、うん、ブサイクというのがありますけども、あのブサイクなルックスからこの華麗な守備を見せてくれるんですよ。花あるな。変化球ストライク低め、第2球投げた外角高め外れてボール。第3球を投げました。3球目ストライクボールか。それ中谷がな、日テレでイケメンって紹介されてたけどな、中谷ってそのイケメンというより可愛い感じやろね。ホモに人気出そうな、うん、食べちゃいたい感じの可愛さがある中谷。イケメンではないわ、うん、可愛い顔です中谷、ね。うん、そこに言ってるさん、ちょっと修正願いますわ、あれ訂正してくれ。中谷は、うん、男の俺から見ても可愛いなっていう、うん、どうす仕草も可愛いんですよね、うん、中谷ベンチにおるとき。ワンアウトランナー二塁という場面で覚醒した男、はい、真っ直ぐ見送ってストライク投げました。決まってストライク、タイミング合いません。同期は3球目投げました。三振、2番差のすごい采配してきてる。バッターは3番宮崎、今日はレフトフライとセカンドゴロ。タイガー、さあ開口横浜のチャンステーマが流れる中きっちり抑えたいところですね、このクリーンナップ。初球ファールから投げた、見送ってボール。第3球を投げた、決まった。いいぞ、ワンボールツーストライク追い込んでいます。スラーらしい、やっぱスラーブ強し、カーブ系やっぱいいわ今作な。前作までだったらな、前作はほんまあれよな、カーブめちゃくちゃ打たれてたんやけど、ボコ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 、フォークが全く通用しないんで、まあここで投手戦になるとは思いませんかったけど、んでクソいらねえターニングポイント。高城おらんやろ。第9球見送ってストライク、投球これから2球目。嘘やろお前、こんなお前高城がバッティング、嘘やん、こんな3割打っとる打者がするバッティングやぞ。0割でこれが逆にやばいっしょ。ここでいきなりバチコーン打ちまーすって感じでね。うわーボール球やな完全。くそーま、これで追い込みました。第3球を投げた、アウトロー際どい球、ボール投げた、打ちました、三遊間。うー前スト激甘コースやったけど9位でなんとか抑えたって感じやな。もういやくっさ甘かったよ助かった、よかった。ゼロ割打者ですよこれがね、うん、3割打ってる打者なら間違いなくもうスタンドインですよ今のボール。三上か、好きあらば三上、9試合2勝0敗1セーブ防御率 2.25、 めっちゃええな。やれるやれるスーパーサイヤ人モードで初球からこの攻撃でーす。伸びしろないわ俺ほんま、しょぼしょぼしょぼ。あ取ってくれた。んでんでんで、岩貞はもう行かせんよな当然、これ交代でしょ普通に考えて。誰行かすんだよこれ、横山とかやばいっしょ、シェッパーズクソ調子やばいし。うわー行かすピーいいねー、岡本行かそう。どうする梅ちゃん、俊介、もう大山、今成でいいんじゃないですか。で、ナバーロ、江越でいいんじゃないですか。はい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 。もう、かもっと全然あかんやん。顔が西岡。お前の顔、初めてこうじっくり見たわ。顔、西岡やん。うん、全然似てないけどな、リアル。イケメンやぞ、そこそこ岡本。
投げました。うーわ、ハレボール言われたらハマパイヤ言われてもね、おかしないぞ横浜よ。オッケー、カーブ効きまくりおじさん、ほんまにめっちゃこれ効いてるな、カーブが。これが4度目のバッターボックス、ラスボスその2が出てきました。これ前菜からのメインディッシュ、いやメインディッシュからのさらにメインディッシュ、これはまずい。その後もメインディッシュが控えております。満腹感すごそうだ、このクリーンアップは満たしてくれそうですね、僕のお腹を。ロペス、さあメインディッシュその3、2者連続1ビッテル、岡本がここでさらに、はー大丈夫です。はい、あーうわマジか、俺空振った思ったが、さあ4球目ロッテ、あ誰これ、ロサリオか、ヒュー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 。岡本神トーラの救世主なるか、これ西岡ですけどね、うん、顔が岡本踏ん張ってランナー2人残塁、いけるやん岡本。さあ最後出発、ワンアウト取ってます。このクソ調子で行かせたんがね、あまりにもおかしいんやけど、変えるかこれ、ちょ待て待て待て、アウト取ってるけど打たれそうな気配がするんで変えます。で谷川にした途端バチコーンよーし、なんかすごい采配やけどね、いいんですよゲームですから、ゲームだからもう何でもあり。これ前回もあったっしょ、前々回かな、ドリスに変えて横山と、これです、これこれ、多分あのままシッパーズ行かせてたら間違いなくピンチ招いてたでしょう。岩佐田が7回無失点、さすが岩佐田、これが本来2016年の岩佐田、2018年もいいけどね。大山、また大山、おい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 、決勝ツーランどんだけ打つねお前、大山神ってんな。いやーマジかー、ここに来ていきなり大山が、大山個人軍かなっていうレベルで奮闘しております。これな、またほんまや、大山の決勝ツーランやわ、2対0やし、すげえな大山、サムネをこの人でもええかもな、うん、また俊介が、いやー俊介が冷え出しましたね。梅ちゃんキャッチャーやばいっすわ、三振三振三振、うん、タミヤに、ほんまタミヤ正捕手になりそうな気がしてきた。うわー最初ほんま4割とかあったのになー、梅ちゃんも2割2分て、いつもの梅野じゃねえかこれ。原口はもっとひどいからな、どうすんねん。坂本とかアズニャンを強い、アズニャンまだ1軍開けたことないからな、そこら辺上げるのもありかもしれんな。まあ、打力はもっとひどいけど、岩佐田はほんまへ、シェッパーズ、そしてその後の谷川がね、素晴らしいピッチングでしたこれ、球数7と、いいですね、采配ズバリやな。もうこれはほんまサムネ大山かな、打率1割なのに、レンヤのヒロインっていうね、素晴らしい。さあドリスはまだだよな、当然、うん、10日経ってないでしょ。糸原パワー E49、 もう少しで D や、多分これはまだ無理でしょうね。ドリス無理か、石崎が いけるんだが、まあ現状維持でいいですね、まあ、モレーノ落として石崎っていうのもありなんやけど、まあもうちょっと様子見やな。岡本は素晴らしいピッチングだったんで置いとこう。 OK、んじゃあ次回ね、ヤクルト戦からやっていきたいと思います。んじゃ、またね、バイバイ。